はい、どうも、ハリウッドでございます。ロングダーク、ダークウォーカーですね。鈴木やっていきたいと思います。今回はちょっと難易度を上げてるんですが。まあ、こっちが終わったんで、次のところに行けということですよね。こっちのとこ行きますか。逆か。ちょっと喉乾いてるんで、まず水っすね。ズーミー飲んでから出発しましょうか。お腹も悪くないんで、行くか。とにかく、ダークウォーカーがね、19分ですね。多分ここの場所に居すぎたんで、ただ、もう、この場所に居続ける必要性はもうなくなりましたんで、あんま同じエリアに居続けると、この結局緑色の毒斬りにやられちゃうっていうことなんですよね。とにかくいろんなエリアに移って、焚き火ですよね。10箇所多分あると思うんで、メモ帳がなんか10箇所あるみたいな、そんな言うてたんで、その10箇所のメモを探すっていうことを目標にしようかなと思ってます。食べ物と飲み物をバッチリなんで、で、焚き火のところでしっかりと睡眠さえ取れば、ある程度 OK かなと思ってんすけど、やっぱ不安がね、不安がやばいんで、左から2番なのお目目ですよね。あそこの消耗が激しいんで、まあ、ゆったり、いつものロングダークみたいなの使って、ゆったりまったりできるっていうようなゲームとはちょっと違うかなっていう感じですね。常に追われてるんで、まあ、意外とこう、無駄を省くというか、無駄なことをせずに進んでいかないと、どうえらいことになりますよって感じですよね。こっちだったら、こうかな？ルートとしては。めちゃめちゃこまめに地図見ますからね。そう、だ家に寄っとく理由とかも、夜、とこもないんだよね、正直。今んとこ余ってるんで、とにかく、家に寄るとか、アイテムとかも揃ってますから、最初の15分は寄る必要がありますけど、もう15分経って、だとにかく、ダークウォーカーから逃げるところと、あとは、緑色の焚き火ですよね。そこを目指していくっていうので、OK だと思うんで。とにかく緑の焚き火や。こっちでいいんですよね。やっぱり登れなかったら笑えないですよね。まあまだ、この緑の毒斬りが充満するまでにあと17分あるんで、まあ、それまで次のエリアに行けますから、特に問題ないでしょ。カー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 聞こえるけど、暗くてよくわかんないですよね。あれ？え？そういうこと。うわ、やらかした。こいつすぐこれですわ。いや、すぐやりますわ。わ、鎮痛剤がないのか。鎮痛剤がないですか。こいつはすぐやらかしてくれますね。こっちの奥に行かないといけないんで。くぅ。俺のミスや。左の手首の痛みを鎮痛剤で早直したいですけど、こっちからぐるりと回っていかないといけないですね。おそらく。暗いのよね。登れないんすよね、多分。登れんのかな？あ、いけそう、いけそう。OK っすね。さっき怪我したのが無駄にしか、合ってる、これ。合ってるか、これ。このルート合ってます？なんか合ってるより思えねえぞ。あれ？ちょっと待ってくださいね。
こうってただこう、あ、時間がないな。ルート的にはどうなんだろう。あ、こうこう行こうとして失敗したんですよね。塩害のハイウェイから出るだから、うーん、山を登らない、こう行こうとして失敗したんで、ただもうこっち行けますか、時間がないから。そうだね、もうあと15分しかないんで、こっちから行けなかったら違うルートから出ます。臨機応変、臨機応変スタイルで。こっちからなんかまっすぐこう行ったんですよね。こう行って失敗だったんですよね。こう行って失敗だったからもうしょうがないんだよね。まだちょっと諦めきれない部分はあるんですけど、うん、無理なんだよね、こっちは。こっちは無理なんですよね。とてもあんま無理に見えないんだけどね、個人的には。でまあ無理か、無理か。多分違うルートがあるんでしょう。大回りの方で行きます。なのでこれ本当合ってんのかな。まあ、小屋があるね。小屋寄りる、寄っちゃう、寄っちゃう、寄っちゃう。あんまり余裕はないぞ。寄るのはいいけど、あんまり余裕はないぞ。あと9分以内にここのエリアを出ないといけないんで、あんまりいいのがなかったら無理して開けたりしないでいいかな。こんな感じか。で、あんまりいいのじゃなかったですね。なんかいいかなと思ったんですけど、もう時間がないから、まったりしてる暇はないっす。こっちだよね。とにかく、降りないとね。本当にここのルートで合ってるのかと言いたくなるけど、なんか合ってそうっすね。枝はちょっと取っていくか、ちゃんと。なんか、わー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 言ってるけど、あ、でも今この左の緑が12分になってて、るからそうわー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 言うとるだけっすよね。やっぱそうか。そうよね。こっちで合ってんだよね。OK だね。とりあえずこのエリアから出ないといけないんで。ちょっと変わるっすけど、まあこっちか。とにかくダークオーカーさっきちょっと見えましたけど、このエリアさえ抜けてしまえばダークオーカーも怖くはないんで。こっち合ってる。あー、こっちじゃないか。こっちじゃないね。こっちじゃないっすわ。さっきの2択を間違えましたね。こっちっすわ、おそらく。あと10分か。
あと10分で次のエリアに行かないといけないんですよね。不安しかねえこれ。多分こっちのルートで合ってると思うんですけど、本当は敵も警戒しながらですけど、ちょっとだ早く休まないと気を失うか。休みたいね。次のエリアに行ったら秒で休むわ。それか焚き火があるところまで行くかですね。休めるっす。焚き火のとこ行って次のエリア行って休んで、焚き火のとこ行って次のエリア行って休んでみたいな感じなんで、まだちょっとこっちの右の上か。あと9分。家があるけど、そんな休んでる余裕なんてないっすよね。こってさっき休んだとこじゃないっすよね。だけど、そんな余裕はないっす。俺にそんな余裕はねえ。この山を越えていかないといけないのか。捻挫のリスクか。いやー、これ、いけるのかなぁ。いや抜けれないと罪なんですけど。あ、いけたかも。こう、まだか。多分合ってますよね。これで。これで合ってると思うんで、オッケー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 。捻挫リスクがあるけど、あったかいところまで出て、いや、合ってるか、これ。今自分がどこに出てるか。まあまあまあ。あ？こっちかな？そうですよね。そうだね。近いね。ここや。ここ、これが、で？合ってるか？合ってんのか、そら。不安。まだか。合ってるか不安なんですけど。と言いながらも枝は取るという。枝野郎です。あれ、こっちか。アレクサ、あ、これで、あれ、こっち、登らせてや。そこは登らせてや。ここまで来て違うようはないぜ。うわ、最悪だ。くそ、ボロボロよ。ちょっと待って、待って、ボロボロなんだって。痛みはさ、鎮痛剤がないからどうしようもないんすよ。ちょっと待って、どういうことよこれ。これ抜けれるんすけど、どうなってるんだ。こっから出れるはずなのに。ちょっと待って、冷静になれ冷静になれ。落ち着け落ち着け。絶対近いんだ。ここから辺から出れるのは間違いないんで。あと7分よね。あと7分よね。逆か。ってことはこっちか。いや、ここ行き止まりよね。どう考えても。ちょっと待ってね。意地でも這い上がらないと。ここいけないのか。いけるっしょ。あ、来た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 。あ、これや。来た、助かった。うん、いや、もう限界ですけど、でもこれで次のエリアに行ける。ほぼ偶然でしたよね。もう走れないですけど、次のところで火焚いてちょっと寝るか。一応たどり着いたぞ。めちゃめちゃさまよいましたけど、めちゃくちゃさまよったけど。ちょっと待って、どれくらい。焚き火がないのか。焚き火はここにはないのね。ってことは、もうとりあえずどっかで、キャッ
キャンプして寝るっきゃねえな。とにかく。とにかくちょっと寝ましょう。なんということでしょう。なんということでしょう。燃料促進剤やぞ、こっちとら。ちょっと結構寝たいっすね。がっつり。4時間ぐらい寝たいな。4時間寝ますわ。で、トマトスープ缶。こんなゆっくりしてていいのかっていう問題はありますけど。トマトスープ缶飲んで、温めボーナス来て、もう食べ物がないのかな。ドッグフード。ケチャップチップ作るか。で、で、睡眠。何時間ですっけ ?4 時間寝てるね。途中で、ちょっと日がね、4時間寝ます。やーっとゆっくりできるね。すぐ起きたらダーク化が近づいてるなんて全然あるんですけど。痛みも感知してくれたんですね。感知。じゃあ枝木入れて松明持つか。次のエリアのところに移動ですよね。ここは何もないんで。まあ行くか。いや、警戒ですよ。こんなとこあったっすけ。落ちたらアウトなんですかこれは。こんなエリアってあったのかな。初めて通るんすけど。初めて通るちゃうんですけど。下見たらアウトよこれ。下見たらあかんやつっすよね。一気に駆け抜けた。マジ。あれ。向かっていいのかこれは。向かっていいんですけど、かといって戻ったところでなんで、どっかでちょっと横に行けるっていうのがあると思うんで、ないのか。いや、あかん、戻るっきゃないか。マジけ。怖いっすよね、ここ。こっから飛び降りて助かるとは思えないっすもんね。チラリチラリ。怖っ。無理です。高所恐怖症の僕には無理です。どうします？じゃあこっちは無理なんですよね。こっちは無理か。一本道ですよね。で、こっちから行ってもダークオーカーが来るから。どうしようか。こっち行ったらこっちで6分しかなかったですよね。ですよね。いやー、ちょっと積んできたか。いやー、無理やぞ、ここまで行くのは。どうします？ここに行ける自信がないんすよ。ってなったら、こっちのダークウォーカー、か、橋から飛ぶか。橋から飛んだら終わりっすよね。ダークウォーカーがどっか行ってることを祈りましょうか。いや、無理や。ちょっと待ってよ。
ってことは6分で、あれ？回り込まれたの？どういうことだよ。こっちに行ってもダークオーカーじゃ。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、戻りました。これって積んでるんすけ。やっぱダメ、近づいてる。近づいてるんすけど、こっちに行ったらこっちに行ったで近づいてるになるんですけど、どういうことなんだこれは。積んでるぞ。まあこっちのが逃げ道は多いんで、こっちどっちから来てるよ。こっち行ってもダメなんですよね多分。何が悪かったよ。こちら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 、まだ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 諦めないぞ、まだ諦めないぞ。もう必死よこっちとら。こっちとら必死よ、ダークオーカーから逃げることに。でもあと4分か。逃げる場所も考えないといけないんですよね。あーもうあかんわ、あと3分か。ここまで行かないといけないっすよ。ここまで無理でしょう。あと3分でちょっとチャレンジはしますけどね。あれは動物じゃない、それは分かっとおるが。もうめちゃくちゃだからね。
もうダークウォーカーから逃げるの必死ですから、必死すぎて、その捻挫だ何だとかいう余裕がないという。Surrounded by snow, nothing to drink。もうそろそろ食べ物とかも全部終わってきますよね。わからんってこれは。それはわからんよ。もうナイスもね、抗生物質と消毒薬しかないんで、具合は悪いわ。走れないっすわ。うわ、ただでさ走っていかないといけないのに。これ罪ですね。マジかよ。さっきのとこ何が悪かったんですかね。さっきのところ、悪かった理由がよくわからないっすね。前からも後ろからもダークオーカーに持ってこられたら、アウトですよね、さすがに。そんなことしていいの?と問いたくはなりますけど。いや、まだ。まだ可能性が。魚釣りキャンプか。まだちょっと抗生物質これ。抗生物質チャンス。痛み止めチャンス。こん中にいてももう無理なんですよね。マリンフレア。マリンフレア初めて使いますよ。マリンちゃん。My energy is...もう時間がないっすよね。寝て死のうかな。寝て死にたいっすね。もう無理ですもんね。嫌なことには蓋をするか。嫌なことに蓋をするタイプ。こうしたらどうなんの ?8 時間睡眠。なんか改善してるんですか?何一つ良くなっていない。まあ、足とか、すごく良くなりましたよね。何一つ何一つ、そうね、腐っていくっすよね。そうよね。ここで死ぬという。I could eat anything right now. これって、霧を払拭するでスプレーできないんですけ。もうコホンコホンコホンですよね。時間なんで。スプレー。スプレーした。あ、こういうことか。そういうことだったのか。これでまだ生き残れるんだ。で、食べ物が全部なくなっちゃったから、まだ生き残れるんだね。ああ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、うわ、最悪だ。ってことは、向こう側まで行けるぞ。一回だけこれを、長くできるんですね。多分ダークウォーカー来てるから船でウィーンって行きたいっすよね。ほんとマジで船でウィーンって対岸まで行きたいっすよ。一回だけこれ使えるんですね。腐る前にやらんとあかんですね。ほんとはで、ダークオーカーが来たらスプレーして、撃退すればよかったんですね。言うて。いや、別に怖がる必要はなかったのか。なんとなくルールも分かってきましたわ。そういう意味では。もう完全に諦めましたからね。対岸のところにいて次のエリアに行くっきゃないっすよね。食べ物も飲み物もなんもないっすから。ってことはさっきの8時間ぐらい寝たのはちょっとでかかったっすね。そうなると。
通に。うわマジか、いやだいやだ。うーそういうこっちからこういけないのかってことは、こうぐるりと回っていけってことか。 OK OK でございます。まだ時間はありますからね。和音が来ましたね。そうそう、クイックペイも言うてくるんちゃいます。こんだけ和音和音言ったらクイックペイも言いてきだすよ、しまいには。しまいにゃね。I need to find food.霧が濃すぎて何も見えないわ。霧が牽引すぎますよ。めっちゃ霧牽引。食べ物がないのか。こんなことになるとは。ガマでもいいから欲しいっすね。お腹が空いてやばいっすわ。お腹が空くことになるとは思ってなかったですね。マジガマ欲しいわ。ガマぐらいしか可能性がないですよね。これは何？なんでこんなとこに薪が置いてあるんだ？ちょ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 、音音音。もしかしたら俺ここで捨ててるかも。あ、僕が捨てたやつなのかな、もみの木は。そんなことじゃないですよね。もしかしたらいっぱい、なんか俺捨てたから腐ってるか。腐ってますね。腐ったの食ったら終わりよね。いらない。ないよね。しょうがないよね。しょうがねえか。とりあえず体格ここまでいったらなんとかなるから。くちょっと待って、ちょこっちや。うそー、どこ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 ならいいのよ、どこならいいのよ。ルートがわからんぞこれ。赤、ちょっと待ってね。どこならいいのか、どこ、うわっ、ああ最悪だ。ああ、今ハマった。クソ、気にしてたのにな。どうやったら戻れるよ。ここハマるんですよ。うわー、結構気使ってたのにな。どこ、斜め歩き、金ちゃん走りです。金ちゃん走り、金ちゃん走りだけど意外といいぞ。いや、やばいぞ本当に。腹も減ってるし、どっかで火起こさないと。マジか、今落ちたのが 痛すぎましたね。温まらないと。火起こせるかな。ちょっとここの島に上陸して火起こさないと。腹減ったはもうしゃあないから。腹減ったとかそんな言うてる場合ちゃいますわ。温まらないと。来た来た来た、枝促進剤。火起こさんと死ぬわ。もうここで、で、ちょっと待って、調理、ハーブティーがあった。あれ、ハーブティーいけないの。そっか、水を使ってからか。水を使ってから
think my stomach is eating itself. お腹空いてんね。お腹空いてんすよ。私。ハーブティー飲むしかないっすよ。ハーブティーでちょっと。ハーブティーちょっと。温まる。で、もう一回水を作って。で、で、ゲットして、で、調理、コーヒー。あれ？飲む。ちょっとこれでお腹も膨れたから。あと43分か。じゃあ1時間、1時間寝ていこうかな。1時間寝ます。で、いけるんじゃないかね。もう、温め、もう、全然、薪とかもないんで。薪とかもないから、もう、こっからは何もないで。だけどもう、暖かさはバッチリだから、もう、あとはこれで行くっきゃないね。これ、ウサギ取りてぇ。石投げてウサギ取りたいっすわ、マジで。なんとか次のエリアに行けそうな感じはするんですけど、お腹空いてウサギを食べたすぎます。マジでお腹空いてウサギを食べたすぎる。お腹問題が出てくるとは思ってなかったっすね。マジウサギを食いたい。ウサギが食いたくて仕方がねえ。最低なこと言ってますけど。スタミナがね、あんまりないねんな。くそ、このもう氷のここの地獄から早く抜け出したいっすわ。あと10分か。なんとか次のエリアまで頑張ってほしい。頑張ってほしいというか頑張るっきゃないよね、マジで。ちょっと待ってね、まだか、長いな。まだか、先が見えねえ。不安しかないぞ、先が見えないので。くそ、ダークオーカー近づいてきてないのが唯一の救いだと思うんですけど、もうちょいもうちょいもうちょい、もうちょいでお金上がれます。他に上がってもうたらもうこっちのもんよ。他に上がってもうたらこっちのもの。見えた。幸せの国、幸せの国が見えました。よっしゃー、よし、もうこれで床が割れるということに怯えずに済みますよね。あとはこの沿岸通りの通り沿いに行くか。ああ道、道、嬉しい。元気があれば何でもできる。行けば分かるだ。もう瀕死ですけどね。できたら小屋とか見つけたいっすよね。無謀すぎますかね、やってることが。こっちからダークオーカーがやってきたら終わりなんですけどね。やってることが無謀すぎて笑けるんですよ。うん、オッケーですね。何がオッケーなのかわからないっすけどね。前は見えねえしよ。あとどれくらい？もうちょいか。ようこっちまで帰ってきましたわね。でもスプレー使っちゃったから、あとの、まだメモも一箇所だけですよね。体力も、やばいし、お腹空いとるし、ガマでもいいから食いたいっすわ。ガマでもって言ったら失礼ね。ガマがいいわ。ガマないかな。お腹空っぽなんすよ。胃の中が空っぽなんで、
ガマ食べたい。マジでガマ食べたい。ガマないかな。ガマがありそうなルートを行きます。ガマがあるかも。車なんか置いてろ。くそ、クリーニングキットなんか入ってろや。きたー、エクセレント。ビョ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 。お腹が膨れました。最高です。最高。鎮痛剤、あ、鎮痛剤ない、もう治ってるんですね。最高でした。いやー、生き返ったで。車最高でした。後ろも後部だけを見たいですけど、まあお腹が満たされたから別にいいです。ローズヒップティーとかも作りたいけど。いやうわ、曲が。いきなりの曲ですか。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。セーブしたいんで。はい。はい、ということで、ちょうど時間結構過ぎたんで、ここで終わりたいと思います。頑張って生き続けたいと思うんで、応援よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。